どうもこんにちは、バトルヒーターです。えー、今回の動画は、えー、チャンネルの運営についてのお知らせになります。えー、端的に申し上げますと、えー、新チャンネルを立ち上げましたということになっております。えー、新チャンネルの方は、えー、新作鉄道動画チャンネルという名前になっております。 まあその名の通り新作ですね、まあ、最近撮ってきた動画を公開するチャンネルとして新しくチャンネルを立ち上げましたなぜ、まあ、かというと,、えー、とこのチャンネルはもともと昔撮った鉄道動画をテープからキャプチャーしてそれを編集して公開しようというつもりで運営しておりましたしかし最近撮影,を撮影を復活した結果 まあ、ほとんど過去の映像がアップできず最近撮った映像ばっかりをアップしておりましてもともとのチャンネルの趣旨とちょっと内容が異なってきたんじゃないかと感じておりましたでまあこちらのチャンネルを登録していただいてる皆さんはおそらく最近の動画じゃなくて古い動画を見たいと思って、えー、登録していただいたと思うんですけども まあその結果、えーまあ、動画をアップしても、まあ、ちょ登録者が2000人近くいるのに、まあ、100回か200回ぐらいしか再生されないというような状態になっておりまして、うんまあ、これではちょっと、まあ、視聴者の皆さんにとっても私にとってもあまり良くないんじゃないかと考えました。 そのため新作をアップする動画を別に立ち上げるということを行いましたそういうことですのでもし最近撮った動画にも興味があるよっていう方は新しい新作鉄道動画チャンネルの方もチャンネル登録並びにご視聴コメント高評価いただければ大変ありがたいと思っております 動画の方にもリンクを貼っておりますので概要欄の方にもねリンクを貼っておきますのでぜひそちらからご視聴とチャンネル登録の方をよろしくお願いしますこちらのチャンネルも引き続き古い動画をアップするチャンネルとして運営は継続していきたいと思っていますのでちょっとなかなか更新頻度が低いってくて申し訳ないんですけども引き続きご期待いただけると幸いです ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。